いよ、お前の結果俺だよ。今日はな、今日上げた動画勝率 78% 括弧投射費デッキの強みをな、ちゃんと見てもらおうと思ったけどよ、バジラ出てなかったよな。あれな、他にはバジラ出てて圧勝しちまった試合あるんだよ。あるんだけど、なんか見応え足りなくて逆ポーズにしたんだよな。相手が即リタイアみたいな感じでな。でな、まあ、ハンデスに辛い。わかりました。メテオキャノンドラゴン入れましょうと。これでね、ハンデスされたら、うまやきカードではない怒らないで。出たらな、出たら手札から出てくる。上に、まあ、ブロッカーも強いから天文とかにも強くなると。で、バジラはちょっと、できるだけ早く出したいんで7枚、3枚入れましょう。7枚割りすぎだ。3枚入れましょうと。で、アポカリ入れて、で、ルピアとボルシャックバディをちょっと気持ち減らしてみた。1枚ずつ気持ち減らしてみました。その減らした枠にバルキリードラゴンとフレームバン突っ込みました。ねじ込んだ。で、ボルシャックルピアも抜いた。ちょっと。で、このデッキの唯一のネックっていうのが、緑マナの少なさなんだよね。どうしても、フェアリー、聖堂の鎧って3回回すには、超人埋めなきゃいけないっていうケースが多くって、そうなると結構デッキ回んなくなる瞬間来るのよ。もう超人出てなんぼろとかあるから、このデッキ。で、今回は最速超人できるならするけど、バルキリーかね。バルキリーか超人できるならするけど、フレームバーンを入れることによって、ちょっと一歩妥協できるんやな。フレームバーン出して、その後バジラとかできるんで。完璧です。勝率 100%。間違いなし!行きましょう。これ、ボルバル入れない理由ってあるんですか?10ターンかかる頃には負けてるから。10ターンかかる頃には、まあ負けてるから。で、あと、レインボー入れると、タップインになっちゃうから、マナブーストを手こずる瞬間がどうしても来る。あと、超人とかもそうじゃん。デッキからマナ回復2マナさせれるじゃん。だ超人5マナで出せんだよ。実質。出らせるな君も悩んだんだけど、そうすると、ブロッカーだけの方法がなくなっちゃって、ちょっと考え物なんだよね。はい。さあ、初手事故ってきたわけなんですけれども。まあいいよ。いい。まあいい。プラントトラップってことは早くなさそうだな。速攻よりもコントロールに強いんで、このデッキ。まあこれルピア回すかな。ルピアバルキリーって流れじゃないかな。多分。さあ参りましたよと。とりあえずフェアリーライフ引けたら激アツ。そしたらルピア出してバルキリーだろ。グリーントホ、ちょっと待って。想定してないで聞くんだやめて。ちょ、想定してないから分からん。分からん。あ、来た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 。ナイスです。フェアリーライフ、ポッチー。これで、赤落ちる。いいね。で、次、ルピア出すでしょ。で、ルピア機残ったらもうバルキリーポンよ。もう終わり。それ GG。タイヤリ。緑炭ってことは、あ、インビジブルウンチャラコーチャー出てくるな。ってことは、ルピア取る方法なくね。インビジブルパワーデッキだろ。ルピア機残ったらもう俺、すごいよ。天下無双。あー、最強だ。アポカリプスで、バルキリーも1体いればいいっちゃいいか。でも、一旦アポで置いとくか。おい、これで次バルキリー着地バジラね。やってやるっぴ。スペシャルルールマッチとお間違いになられているこれ。もしかして。足が熱いくる。踊れ踊れ。これバジラ出たらまあ勝ちだろう。あ、超人。今はバジラは必須なんだよな。次のターン、アポデイ使うかな。アポデイ手打ちしなさそう。うん。未来感じていけ。だバルキリードラゴン打って、ウェル勝利を。2マナで、次のターン2マナで出せるボルシャックバディにしとこうかな。で、エンドで。もう次のターンね、ここ今横に並べて、うわーって、やったろーっつって、なってるとこでしょうよ。クワキリングスいいですね。クワキリングスですからね。あーもう終わりだ。そうなっちゃおしめいなのよ。うん。じゃあ行きましょうか。バジラ最強バジラ最強インビジブルパワー。いや、させません、させません。うん、させません、させません。勝つまでは、5。そこでね、マナブーストしなかったのが運の尽き。バチーン。もうナチュラル不合格も勝ちやしな。もうこれ、お相手リタイアまである。お相手しリタイアまでありますね、これ。ナチュラル。いいよ。全然いいよ。なんせ僕には超人があるからね。ガハハハハハ。いやー、ここでしょってもいいけど、処理よりは盤面広げた方が強いよな。
マナチャージしなくていいか。いや、しない、したら4マナになるのか。まあ、でも、いいや。超人で3マナになるし。ノンチャージ。大地の恵みを。何戻そうかな。バジュラと、鎧にしよっか。で、ボルシャックバディ出せばいいんじゃないの。もう次もバジュラ出すよって顔しとくわ。マナブーストしたとこで無駄よ。もう心が折れろ。心が折れるがいい。ポキポキ。ポキポキ。ポキポキポキ。もう無理よ。諦めな。緑団じゃ俺には勝てねえぜ。勝てねえぜと。違うのよ。情熱が。本能が。覚悟が。ああ。じゃあ。次、リーサルワンチャンかけてくるってことよね。んだらば、んだらば、もう地獄スクラッパーに2体勝負ね。はい。最強隙がない完璧すぎる。ルピアもいるから寄りにしよう、ここ。で、一応リーサルあるから、殴っちゃう。トリガークリーチャー1体なら勝てるし。あー、ラチトラね。ルピアに打つしかないよね。はい。いや、もう無理じゃない？もう隙がないのよ。隙がねえのよ。もう。インビジブルパワーで殴っても、よし！緑炭と分かっちまえばもうこっちのもんよ。ナイスー。ちなみにね、いろいろ試行錯誤してるうちにめっちゃ負けた。じゃ、勝率みんなメモっといて、メモっといて。一勝目ね。これ一勝目。メモっといてみんな。このデッキの勝率メモっといて。強えだろ、このデッキ。な？だろ？今のスクラッパー強かったね。あれなかったらワンチャンリーサルだからね。よし。クロスシアンと頼ろう。で、ワンチャンどころか、アポデイしかないんだよな、超火力相手には。ナシトラ入れてないからね、俺。今10割。今勝率 100% ね。今勝率 100%。これね、超人埋めちゃって、フェアリーライフ、聖堂、フレームバーン、バジャの流れっぽい。そんな気がします。そんな気がいたします。アポデイ。とりあえずアポデイ埋めから様子見るか。できれば超人埋めたくないしね。できれば。まあ、次緑来なかったやむなしだけど。完璧な流れだ。おお、それは、埋めやすいな。ありがたい。うん。ありがてえ。鎧は一回しか出さないから、だいたい。あとは超人からおまけ出すぐらいだから。そのおまけが強いんだけどね。あ、今日の動画、ちゃうんだよ。なので、ね、朝ね、寝ずに撮ったのよ。全然寝てなくて、デッキ考え楽しすぎて、もう、4時間ぐらい、デッキ考えててさ。で、なんかみんなに見られてるっていうのがないと、ちょっと、今一つテンション上げれなかったんよ。あ、来た！ジェニーちゃんもカットちゃんだよ。これじゃあ、勇気の超人埋め？勇気の超人埋めか？待てよ。4、5。メテオキャノンがいるのよ。カットちゃん出されたら困るから。行こう。上振り期待していく。俺らが一番だべ。よし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 。さあ、カットちゃんでも何でも出すがいいわ。バジラ狙いとかは7マナなんだよね。メテオキャノンが絶対に持ってかれる。もう全然やらんやん、カットちゃん。じゃ、入れんなよ怒らないで。アポデウムよ。アクアポインターかな？アクアポインターだったら、よし、次、アクアポインター説濃厚。デモハン打ってください。それでいいんだけどね。あー、もうそれダメだ。あー、ダメだ。あー、ダメダメ。バジュラ君の警戒できてないようじゃ、アポカリプスでどんだけ来んの、お前は。ダメダメ。まだまだよ。パーン！はい。もう惚れ着地したらほぼ勝ち。破壊を司る、竜なり。どれ？マナブーストご苦労。あー、強いんだちょっと聖堂は生き残ると思ってたからちょっと困ったなあー、なるほどね。なるほど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 と。うまいんだね、デュエペ。あー、わかる。やりたくなっちゃうよね。わかるわかる。メテオキャラ、わかるよ、気持ちは。わか
ちゃうな、僕やりたくなっちゃうね。これは置いとこう。これ置いとこう。マナチャージどうせせなあかんし、置いとこう。これ置いときましょうね、一応ね。やばい、それは。なんでだよ。もうおかしいって。これで勝率 50% になるの俺。やわーやわー、いやマジかよ。極門入れてるやつ死刑。死刑。最後まで見てくれてありがとうな。面白かったらチャンネル登録高評価よろしく頼むぜ。また明日会おうな。じゃあな。